は畑の肉っってて言いまますけど植えちゃってませんかそれは言い過ぎじゃないかさすがに <laughs>。やはり、動物性タンパク質が至高だろ。枝豆うまいけどさ、どっちって言われたら、さすがに肉だわ。肉持ってこいお前は <laughs>。 近くのスーパーから焼肉用のパーティーセット買ってこいよ。せっかくシチリんだから。なんだあの野菜パーティーは信じられるかここ学園のグラウンドなんだぜ。ここはグラウンドだけど別に園芸部のあそこはグラウンドじゃねえだろ <laughs> 部活始めたばっかりで、このニンニク臭はテロだろうよ。え、それどっちの意味で飯テロという意味それとも本当の意味でのテロニンニク、野菜の中で一番好きだから、普通に外役的な意味でのテロだったらこいつ嫌いなんだけど。<laughs> ニンニク臭は最高にモチベ上がるんだろ、部活の。なん はなししに周りのの目がが痛いいいいんだだそこニニンクも感じですよホクホクを堪能しちゃってください聞いてね <laughs> 聞いてねえし、見てもねえ。でも、北北のニンニク、これほどまで肉という単語を使ったワードで好きなものはないかもしれない。この年頃の娘が、ニンニクガンガンいっちゃうとか。どれうわ、めっちゃうめえ。え、お前、肉張って言いながら、名前に肉ついてれば何でもうまいって感じちゃう。<laughs> ニンニクはあくまで野菜だぞ。うんうん、顔近づけんな。<laughs> キスしちゃいそう、ま、ママ。 うるせえ口だなっつって塞いじまいその唇見えてきたんじゃないですか期待に痩せして土と向き合う先輩の輝かしい未来が今のところ農作業の素晴らしさ一ミリも伝わってこないけどな <laughs> 普通にニンニクのうまさを感じ取ってるだけだぞ園芸部にようこそ早い早い <laughs> もっと外堀から埋めてくんねえかな飛ばすな段階とかいろいろとだって魅了され われ、ねうん、らが園芸部に来れば新鮮な野菜を食べ放題あもう頭数入れられてんのね <laughs> <laughs> でも自分で丹精込めて育てた野菜を食べ放題ってちょっと上がるイベントだけどね毎日が収穫祭ってやつです それ絶対駆逐されるだろ <laughs> <laughs> ちゃんと値返しにならないぐらいのレベルで収穫した方がいいんじゃないか素朴な疑問なんだけどさ、この畑で採れたものはお前が私物化していいわけここのの広さでで収穫量すすよどどんどん食べなきゃゃ腐っっちゃいますって調理部と結託して体育会系の部活に押すわけとかしないのかな全部港の腹の中入ってやの <laughs> なんて嫌しんぼなんだ秋の学園祭では野菜バーベキューあたりで一旗あげたいですね。出し物については一緒に検討していきましょう。あ、いいね。屋台的なことやったらみんなも園芸部の素晴らしさに気づくかもしれ そうか。演芸部は正式な部なのか。こんな傍若部人を学園が許していることが驚きだ。そもそもこいつ一人しかいないのに、部として発足できてるのがすごいわ。ほらほら、そこの青唐辛子もどうぞ。あく、ほら、あんまり辛くなーい。青唐辛子ってシシトウあれ区別違うの <laughs> ちょっとそこら辺の野菜うんちを教えてくんねえかな、港と。確かに。いけるな、結構。ね、ね、こんなに美味しい野菜、よ素じゃ食べられませんよ。無農薬だからこそみたいなのあるかな。じゃあ、入部届け持ってきますね。港とにしては準備悪いふふふふ。<laughs> もうすでにケツポケットとかに忍ばせてあるもんかと思ったわ。今日の農作業は手伝ってやるから。落ち着け。あとそろそろ火を消そう。まだここんなににあるのにフェスはこれからですよ馬じゃねえんだから、野菜ばっか無理だよ。馬なめんな。<laughs> 馬だって野菜ばっか食ってるわけじゃねえよ、多分。馬娘ちゃんと学食食,食ってんだろうが。いやー、やっぱり二人はいいですね。作業に張りが出るっていうか。地味に初めての港制服姿。<laughs> かわいい。その後ろに被ってるのはベレー帽かい <laughs> そんな後ろに帽子かぶってて風で飛んじゃったりしないの <laughs> そしておっぱいが意外とあるっていうね。いや、ロリ巨乳っていう属性は結構この世界における女の子のタイプで上位に食い込むレベルだよ。お前って本当に元気だよな。この前も感じたが、とにかく園芸部の畑は広い。膨大な量の野菜を一つずつ、虫がついてないかとか余計な芽が出てないかとか、チェックして回るだけでも大変な苦労だ。毎日朝から晩までこんなことやってんのほぼそうですね。ポリシーってやつですか無農薬を貫きたいのもありますし。かっけー。なんか大人っぽいところ見せてくる <laughs> なんだこいつちょっと思考を変えて誘ってきてんのか毎日が戦いですよ。普通の雨ならいいですけど、やばい雨の時は対応もいりますし。授業なんてやってる場合じゃねえな。<laughs> こいつ絶対頭悪いから成績不良のはずなのに、なんでちゃんと投稿できてんだマジかよ。天候とまで戦ってんのか。お前農作業のこと一ミリもわかってないんだな。さすがに無知の俺でさえ天候との勝負だなっていうのは分かっていたぞ。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ